バスケットボール女子日本リーグ WJBL2014 から 15WJBL14 から15レギュラーリーグ伝送対羽田、秋田県立体育館 WJBL14 から15レギュラーリーグ三菱電機対新潟、秋田県立体育館 WJBL2014 から15は2014年10月31日から2015年4月5日まで 日本各地で行われたバスケットボールリーグ JX ・エネオスサンフラワーズが7シーズン連続18回目の優勝を達成した。全シーズン限りで山梨クイーンビーズがリーグを大会したため1チーム限の11チームが参加した WJBL14 から15レギュラーリーグ富士通隊トヨタ防職秋田県立体育館 WJBL14 から15レギュラーリーグ、日立ハイテク対シャンソン、秋田県立体育館。WJBL14 から15レギュラーリーグ、富士通対シャンソン、三里総合体育館、リリオス。セミファイナルファイナル WJBL14 から15、プレイオフセミファイナル、伝送対富士通、代々木第二体育館。WJBL14 から15プレイオフセミファイナル、 トヨタ対 j x エネオス、代々木第二体育館、ベスト5リーダーズ、ありがとうございます。